ゲーテをご覧の皆さん、こんにちは。レインメーカー岡田和親です。この度リングに立つための基本作法を出版させていただくことになりました。ありがとうございます。僕がリングに立つための心構えなどを書いた本なのですが、本の魅力をより知っていただくために、岡田和親の仕事にまつわる30の質問に挑戦します。プロレス界に金の雨を降らせる男、岡田和親が30の質問に挑戦。基本プロフィールから仕事の流儀やルーティン、生活まで何でもあり。果たしてどんな答えが返ってくるのか。はい、岡田和親です。34歳です。191センチ、107キロの A 型です。試合の朝にしていることは、そんな決まったことはないですかね。はい、普通に眠れるだけ寝てます。僕はもう大事な試合の時はもう牛丼を必ずお昼に食べてますね。やっぱピンクのパンツ履くことですかね。はい、まあ、今日も履いてますよ。大事な仕事の日なんで。はい、僕はもうやっぱ緊張するとすごい疲れるんで、緊張しないようにしてるんですけど、やっぱりこう普段と同じ生活をするのが大事かなと思ってまして、まあ、で僕すごいルーティンが多いんですよ。昼の牛丼もそうですし、大事な時にピンクのパンツを履くとかですね、まあ、そういうのがあるんで緊張しません。モチベーションを上げるために、まあ、でもやっぱ試合会場に行ってこうお客さんの反応とか見てると自然とモチベーションが上がるので、それで試合に臨んでますね。あ、でも試合前よく顔パンパンと立ててますね。叩いて左叩いてよし行こうみたいな感じでやってますね。ご褒美はまあやっぱ僕甘いものが好きなので、甘いものを食べたりっていうのが、あとまあ大きな買い物したりすることもあるかもしれないですね。試合で落ち込んだら、やっぱ負けた時とかやっぱ落ち込むんですけども、やっぱ切り替えが大事だと思ってて、やっぱその落ち込んでる時間で一番無駄だと思うんですよ。でもサクッと切り替えてですね、まあ、楽しく、最近はできてないですけど、まあ、いろんな人とわーっとお酒飲んだりするのがやっぱ気分転換になりますかね。そうですね、後輩、まあ、大丈夫だよって僕言うのが一番ですかね。まあ、僕も何かあっても大丈夫だよって自分に言い聞かせるんですけど、大丈夫じゃないことって結構ないんですよ。結構周りからしたら大したことなかったこととか多いんで、大丈夫だよっていうのが僕は一番かなと思って、自分から挨拶します。苦手だなってなんかちょっと距離構えちゃうぐらいだったら自分から言っちゃいますね。集中力、まあ僕でもやっぱ本読、しっかり本読みたいな、なんか勉強したいなっていう時はなんかもうあのイヤホンして何も曲流さないんですけど、ノイズキャンセリングっていうんですか、あれで状態でなんか本読んだりとかしてますね。スノーマンですね。もう朝起きたら必ず YouTube 曲流すんですよ。で SnowMan に流すんですけど、僕はハローハローって曲が好きですね。僕はやっぱり、まあ、体のケアですね。やっぱ試合してるとやっぱ痛いとかたくさんあるので、やっぱケアをして次の試合に備えるっていう意味でもそうですし、まあ、しっかりとケアをしてあのぐっすり眠れるのが大事かなと思ってケアをしっかりしてます。最近のマイブームはフォートナイトをやってます。ゲームですね。はい、あの番組でやることあったんですけど、それ止まらずに終わらずにですね、未だにやってます。こうやってリングに立つための基本作法が出たことですかね。はい、最近一番大笑いしたことって何かあったんですよね。何だろう。一番大笑いしたことですよね。やったんですよ。なんでこんなことで笑ってんだろう。まあでも、まあ、妻と2人でいるときになんか笑ったんだと思います。でも2人も多分覚えてないですけど、なんかあるじゃないですかそういうとき。昨日の夜は豚しゃぶ食べました。今は何ですかね、とりあえずプロテイン飲みたいですね。今一番欲しいもの、僕バス釣りが好きなんで
バスボートが欲しいですね。今会ってみたい人ですか？トゥワイス。好きな映画なんだろうな、これ、ちょっと待ってくださいね。映画ですよね。映画、昨日はホームアローン見ました。僕はまあ書いてあるんですけど、メジャーっていう漫画ですね、野球漫画が好きで、弱いところを強くするっていうですね、はい、僕新日本プロレス入った時も全然ダメだったのを上げてきたっていうのがあるんで、やっぱメジャーが好きですね、はい、やっぱ僕のプロレスの師匠ですね、ウルティモドラゴンさんに出会えたから、まあ、デビューもできましたし、ここまでこうチャンピオンになってここまで来れたかなと思うので、やっぱ一番出会いは僕の師匠ウルティモドラゴンさんですね。新しいシーンですね、やっぱ新日本プロレスっていうのもありますし、なんか新しい岡田和親っていうのをこう見せることができましたし、あとまあ新しいものをどんどんこう見せていかなきゃいけないと思うんですよ。だからどんどん常にこう、アップデートしていってですね、どんどんやっぱ岡田和親を、そういう意味でもどんどんこうアップデートできてきて2021年終われたかなと思うので、なのでやっぱ新しいっていう字ですね、シーンです。やっぱりまたもうすぐもうタイトルマッチ決まってるので、やっぱチャンピオンになりたいなと思いますし、そのやっぱチャンピオンベルトを持ってプロレス界をまた盛り上げていきたいですね。楽しかったですね。でも僕はこうなんか偉そうに語ってるだけじゃないですか。まあでもこんな素晴らしい本にこうねできしていただいたので、まあ、それはやっぱ嬉しいですね、はい、やっぱりその挫折したところがなかったんですよ、はい、そこは、うん、探すのが大変でしたね、まあ、それで見つかったのがその失恋のエピソードなんですけど。まあそこがなかなか大変でしたね。僕もやっぱこう開いた最初のページですね、あ岡田和志がかっこいいなって思えたんで、やっぱこのページがやっぱ好きですね。写真が、写真じゃダメですか、写真でいいですよね。皆さん、リングに立つための基本作法読んでください、まあ、このリングっていうところにも自分にこう当てはまるものを入れてもらってですね、ぜひたくさん金の雨を降らせるような存在になっていただきたいと思いますので、ぜひ読んでください。